元織宣長記念館では現在春の企画展出会う喜びを開催中です。宣長が会いたかった人、または宣長に会いたかった人などの交流を宣長の資料を通じて詳しくご紹介していきます。宣長が会いたくって仕方なかった鴨野真淵先生、その真淵先生と初めて出会ったのはこの漢字稿という本からでした。宣長はこの漢字稿を読んで真淵先生の学問にどんどん惹かれていきます。漢字は枕言葉のこと。真淵の枕言葉の研究所である本書を読んだ宣長は真淵先生に会いたいという思いを募らせて6年後に会うことが叶いました。それが松坂の一夜です。宣長先生に会いたいという門人たちの思いが重なって、門人たちの間で流行っていったのがこちらの名古屋の絵師吉川義信が描いた元織宣長像です。こちらはその宣長像の第一作目、作らせたのは名古屋の版木師植松有信さんです。いつでも宣長先生に見守っていてもらいたいと思ったお弟子さんたちは宣長のこの画像を吉川義信に描かせ、宣長に画賛を描いてもらい、皆自分の家に飾ったのでした。会いたい会いたいという願いが強いと夢の中に会いに来てくれるのかもしれません。こちらは宣長の没後門人平田篤胤の手紙です。平田篤胤は宣長の没後門人、宣長のことを知ったのは亡くなった2年後にあたります。この手紙はそんな篤胤から宣長の息子春宮に宛てた手紙です。宣長先生の著作を読んでそれまでの学問から目が覚めました。私は夢の中で宣長先生に入門を許されましたと会いたい熱い思いを語っています。春の企画展出会う喜びは6月6日日曜日まで開催しております。ぜひ皆さんも元織宣長さんに会いに来てください。